嘘です。はい、というわけで今日はな JR 上野駅、なんでここまで来たかというと、うん、上野って実は新宿歌舞伎町とか西成とか、うん、まあ、いろいろディープなとこあるやん、うん、上野実はえぐいねん。俺もいろいろ情報調べたり人に聞き回ったりとかしてんけど、うん、上野マジヤバくて、今回は上野駅のトイレ、上野って言ったらまあまあサラリーマンとか飲み歩きしてる人らとか一般の方が利用するトイレなんやけど、うん、けど別の目的で使ってる人たちがおると。それって一つの都市伝説になってて、そのトイレの中でももともとは13番線のホームのトイレがヤバかったらしくて、はい、そこに男同士がぶわ集まってあれをしてたらしい。それが一つの伝説やって、だから13番線ホームに集まる、そのトイレに集まる男の人たちを13番線男子って呼ばれてる。へー。13番線ホームっていうのは寝台特急が集まるところやったらしい。なるほどなるほど。ただ寝台特急以外は朝の通勤ラッシュ、夕方の帰宅ラッシュの時とか以外はほとんど人がおれへんホームやったから、そこのトイレで13番線男子とか集まってあれをしてなるほどね。ただそれが閉鎖されて、今は5番線下トイレやし、その5番線下トイレ、この2022年令和になった今も集まってやってる人たちがいるっていうことで、はい、いやまさかまさかといろいろ調べましたよ。見つけて俺、はい、掲示板、どの掲示板かって言ったらまあちょっと言わへんけど、はい、もう最新からいくで、はい、1月14日ですよ、はい、5とつきます、はい、誰かいないかな、17567/39、これ175センチ、67キロ、 P17、 まあこれは物のサイズです次いきますよ、30分頃駅着きます、これも167167センチ、68キロ、もういないかな、誰かいますか、5と着きます、これリアルタイムです。朝から晩までリアルタイムで、この都市伝説ほんまなのかちょっと一回ドキドキするけどでもほんまに自分もやるって気持ちで、でもさすがに公共の場やからダメなんで、そういうことは、うん、俺は別に同性愛者とかそういう人らを否定するつもりはないけど、うん、トイレでそれするのはあかんの、うん、実際これがほんまなのかどうなのかっていうこの伝説を一回ほんまかどうか言ってみたいと思います。レディゴ。普通のちゃんとした駅やで、うん、まあ当たり前のこと言ってるけど駅や人も多いで、多いですね。あ、この5番線ですね。だから俺らが今こうやって見てる通行人の人たちは誰かがそいつやあれやから、それこそあれ5番人の往来すごい、結構多いですね、ここっすね、人の往来すごいな、うん、ちょっと見てくるわ、オッケーっす、すごいだよね、めっちゃ普通のトイレっすよ、めっちゃ綺麗、うん、健闘を祈ってます、 I'll be back soon 次会う時はこのままってやってるかもしれない、いやいやそれ待ってます。どうでした、いやー分からんな、分かんないです、往来がすごすぎて、うん、ちょっと後でまた見てみるけど、ただすげえ1個ティッシュわーなってた電気にっていうのもあったんだけど、あと決まってるんか前入れんのか分からん声にならない声みたいな、え、聞こえるんですか、あってんけど、うん、いやーそうじゃないやろみたいな、中身が見えへんからさ、まあ、見ることもできへんからさ、ちょっともうちょい見てみていい、 OK です、確証がないから、どうでした、真っ暗なんだ、うん、めちゃくちゃ威嚇さマジっすか、あと、うん、思わず撮ったっすけど、うん、トイレのドアなんです、うんうん、おーおー、買い取るやん、やっとんな、やっとるのはやっぱやっとるんやわ、ピンポイントむずいぞ、うん、なんかあんねやろな、暗号みたいなんが、合図とか、うん、2点気になってこと、なんか1人あいつずっとあれね、ただあれは男子便には関係ない、うん、あとずっとその後ろのニューデイズのコンビニの前で一生おるやつがいて、うん、ずっとキョロキョロ見てんのよ、いや、あの大丈夫です、あの足元だけでしょ、なんか多分待ってんねんよ、あいつ絶対そうやわ、あいつが動き出した時一個狙い目と、人間って想像できること全部やんねんな、あんな普通のトイレでも闇って隙間におんねんな俺らが普段歩いてる道の中になんぼでも起きることは起きてんねやな、そう考えたらもうちょい張り込んでみよう、そうですね、今な掲示板見てんやん、でも、うん、リアルタイムでずっと動きやんねん、動いてるっすね、入るとき教えてください、うん、今誰もいないですみたいな、うん、だから知らんところで行われてんねん、うんうん、もしくはここで連絡してるけどマッチングがしてないだけなの、さっきのやつらももうどっか行って、それが
書いてはなかったよ、トイレに、うんうん、ページ場に書いとってん、うん、書いとってんけど、うん、誰かいますかとか、うん、全員結構どっちかって言うと街やねん、一人だけ指定してたやつおってん、左から3個なんか、うん、ただ行ったらおらんかったから、うん、もう事後やったんか、うん、タイミング合わんかったんか、最後俺も書いてみるわ、うん、書いてみたらアベンジャーズが来ると思う俺らが目つけてた、勝手にやって、ね、勝手にやって、伝われへんけど、うん、最後書いて、俺、うん、一番奥のトイレ降りて、うん、で、今、ちょうど署名したっけ、待ってきたから、うん、動画上で言うとかなかんやん、そういうことノック来たよ、そういうこと、はい、ノックするのなしやで、僕はしないです、一回、だから、そのトイレ空いてるからだけ見て、うん、その空いてるとこ入って、うん、用を足しながら一回書いてみるわ、了解です、見といて、書いたなぁ、いう人だけ、人だけ取っといて、あ、こいつ書きよったどうでした、なんか、なんかあれはノックじゃないな、多分やり方が絶対あるわ、はいはいはい、絶対行われてるわ、だけどわからんわ、掲示板でちゃんとこうマッチングのやり方が、マーケティングが足らんかったもっと多分やり方があんねん、うん、掲示板上ではあんなに活発やのに、うん、ちょっとかすれた声聞こえるとかは若干あるけど、多分カメラには映ってないかもしれないし、うん、すごいな、こんな普通なトイレでやってるっていうのを今回垣間見れた、うん、だから雰囲気しか感じられへんかったんが、うん、ただ悔しい、ただ何に悔しがってんのかもう分からん、うん、これがリアルなんで、うん、以上ドキュメンタリージョーブログでした。はい、あれから数週間が経ちました、来ちゃったぜまた、今回は一人で来ました、普通の YouTuber やったな、あそこで一旦終了するやん、あ無理やったと、ジョーブログ何度も何度も攻めて確信に絶対たどり着くというわけで、今回は深夜がねいろいろ編集に忙しんでるんで一人で来ました、今回もなちょっとどうなるかわからんけど、あれから掲示板とかチェックしてもう傾向を調べまくったから、帰宅ラッシュの時間ぐらいになったら掲示板の書き込みが一気に集中するんだよ、というわけで今だいたい帰宅ラッシュの時間やから、もう今回こそは確信に触れてやる、絶対接触するぞ、最後5番線の下のトイレのとこに着きました、いやもうリアルタイムでほんまに20分前ぐらいかな、口頭で今から喋ってほしい、今から行けます、まだいますか、こうしたと行く、まだ今いる、いやほんまこれ10分20分前ぐらいで、めっちゃ来たもんだよ、ちょっと一回待機します、いろいろ掲示板見ながら動向をチェックしたいと思います、2、3人ぐらい、2、30分おる人がおって、何人も来てきたわけないです、2、30分ぐらいって、トイレがこの人がめちゃくちゃ見てくるんだ、こっち見てくる、うん、何でかわかんない、めっちゃ早かったらチェックされるけど、見てくれる、ちょっと一回ここ離れよう、一回掲示板見ろ、やば、怖っ、ことにいます、トイレ前の黒子行きます、待って勘違いされてる、絶対ちょっと一本するっすわ、一旦流すわ、怖っ、帽子外しとこう、怖っ、の人確実やったわ、いやでも誰が誰か分かれへんねんな、ほんまにちょい話聞きたかったな、なんか合図かなんかしとったらよかったな、ちょっと一回書き込むわ、ちょっとこのままじゃ終わられへんから、今めっちゃ活発な時間やから、168-6030、まあ、大体の俺の身長体重と年齢書いてで、みたいです、これで一回ちょっと様子見るわ、来た近くいるデブリーマンです、181-9037、仕事気合いしました、いろいろ見すぎてちょっと慣れてきたわ、書き込むわ、初めてなんですけどよろしくです、なんか来ました、初めてなんですけどよろしくです、やばっやばっ、パッティングしてもらう、誰や、絶対あの人や、絶対あの人や、トイレ入ってくる、
っと待って、ジャンプ、やばい、一回行くわ、行くわ、行くわ、いつでも OK です、いつでも OK ます、シストクラッチの席入れるかの串がしたら OK ます、行ってみるわ、痛い、すいません、あのさっきの、ちょっとあの場所ってきついんで、あの別の場所あるんで、いい場所、そっちでもいいですか、それやばい、トイレ出ますか、トイレの方が危ないです、当然は説渡部さんみたいになるんで、大丈夫、あそこはあの僕の予言で結構行ってるんですか、あそこ2年ぐらい、いやマジであんま分からんくて、そういう初めてなんで、来てとか教えてほしくしないんですよ、じゃあ僕も笑えてるんですか、外はやっぱきついです、オレンジとかなんかホテルとか一回ちょっとあっち行きましょう、そういうところ危ないから東京の場でやるじゃん、いや違う公共だから分からんかもしれないけど、公共の場の方がいいよ、いや公共の場の方がいい、条例違反じゃないですか、いやアウトですから、なんで消えてんの、お疲れ様です、接触はしたけど、マジ何やったの、俺から言ったものの腹立ったわ、基本的に俺同性愛者を否定するつもりもないし、好み人それぞれやからいいと思うんやけど、トイレでやるんて公然わいせつやし犯罪やし、いやまさかな、実際でもマジで俺と思わんかったからな、普通に利用してる人おると思うんで、上の駅のトイレ気ぃつけてください、あとホテルでやろう、ちょっとどっと疲れたありがとうございました、はい、リアルタイムの上です。西南に買ってきました。いや、今回の撮影はマジでやばかった。ほんまに体張った。こんなに体張って世の中のリアルに突撃するのはマジで上手だけやろ。もうそれもこれも登録者、絶対の絶対に200万人目指してるんで、みんなほんまにチャンネル登録と応援よろしく。はい、インスタ更新しました。見といてな。